はい、こんにちは。テレビ改革党と島国会議員、靴田亮でございます。安圭様、たけし様、さくら様、ヒーロー様、ご支援ありがとうございました。安圭様は、なんとチラシのポスティングもやってくださって、おまけにお金ももらえるっていう、非常に、恐縮で申し訳ありません。ヒーロー様は、高徳支部長ですね。まだ、上納金出せって言ってないんですけれども、寄付してくれました。ありがとうございます。グラちゃん様、ポスティングボランティアご参加、ありがとうございます。葛飾区、来たる11月7日投票日の、葛飾区議会選挙に向けてですね、まあ、期限が10月31日まで、なんですけれども、そこから選挙突入しちゃいますんで、その期間はポスティングできないっていう、それやると違反になるっていうややこしいのもありまして、それまで、7名の方に頑張って、いただいております。皆様ありがとうございました。新しいポスティングボランティアさんも大募集であります。ご連絡ください。今日は私今38度近い熱がありまして、かったるくって短く済ませます。うんと短いです。まあ、ご容赦ください。咳は今のところ収まってるんですけど、じっとり汗かいちゃってね。小沢一郎、79歳。政権をもう一回取るまで、議員をやる。引退せずですね、次の衆院選にも出るみたいなんですよ。それに対して皆さんからですね、もう一回取って大失敗しただろうが、まあ民主党政権ですね。そのような、罵倒の嵐が ありましたけれども、そういえばね、二階俊博、82歳、私が出るのは当たり前でしょ？そうでしょ？なんつって、引退せずに次の衆院選、19日からの、もう出るみたいなんですよね。なんか似てんなぁと思って、なんつうのかな、80歳、アラエイティってやつですか？アラエイ。言わないよね。そんなのね。田原総一郎、87歳。当分引退する気。なーし。随分しぼみましたけどね。肉、落ちちゃって。まあ、おじいちゃんになっちゃいましたけど、まあ当分引退する気ないですよ。関口博士、78歳。道場と。鳥越俊太郎、81歳。同情と。関口より年上だったんだ、3つも。知りませんでした。鳥越、若く見えますね。頭増毛とかしてんのかな。今日のバンダナはですね、それで熱がありまして、かったるいんで、頭に糊をつけてですね、整えるのがめんどくさくてめんどくさくて、ごまかしております、バンダナで。左翼の特徴なのかなって、これ。年取っても、アラエイになってもしぶとくやってるって、なんか最後の特徴なのかな。寝首をかかれるので後進の育成はしない。後輩にの面倒を見てですね、こうすといいよ、ああすといいよってやると寝首をかかれる、自分の地位を取られる恐れがあるんで、それはしない。むしろなんか出てきたやついたら頭を叩いて突き落とすと。俺がってやつですからね。俺がで全く引退しなーい。後進は叩いて落とすと。加齢で世間に脳みそがついていけなくなっても気がつかないという特徴があるのかな。二階俊博なんか私が出るのは当たり前でしょ、そうでしょなんつって、いやそうじゃないと思いますけどなんて記者は言えないですよね。あと周りのイエスマンたちも言えないですよね。小沢一郎だって政権もう一回取るまでは議員やるなんつって、周りはあんたも取ったでしょって、大失敗したでしょってまたって取れねえよ立憲じゃって言ってあげないんですね。まあそれもこれもですね、伸びてくる若手がいるとこいつら抹殺してた口だから、叩いて、まあそういうわけで年取っても一人ぼっちになっちゃってんだと、で辞めるに辞められなくなっちゃってんだと私は推理しております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。